日本放送のっこのおかえり、ただいま。おかえり、ただいま。ご近所から美味しそうな匂いがしてきます。忙しかったあなたも、一人で待っているあなたも、おかえり、ただいま。のっこです。皆さん、土曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。2月に入りました。2月に入るとだんだんバレンタインデーが近くなるので、そしてイチゴの値段も若干下がってくるので、私はイチゴにバナナ用の湯煎で溶かしてコーティングするチョコレートをですねかけて、チョコにくるまれたイチゴを作るのが好きです。お迎えするゲストは先週に引き続き屋敷豪太さん、今週でラストです。どうぞ最後までお付き合いください。ゲストは前回に引き続き屋敷豪太さんです。今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。来月いよいよあのアナログ版でリリースとなる私たちのニューアルバム、ドキドキなんですけれども、ついに豪太さんプロデュース、アレンジ、はい、手掛けていただきましたけれども、いや、もうついについに形になると思うと、もうドキドキですね。ドキドキですね。あの、私たちのあの LINE の中にあの縄文のあの、うん、スタンプがすごい飛び交いましたね。そうですね、そうですね。いいねとか、ふふふとか。そう。あれ他の人に使うとすごい笑われるんだけど、何これとか言って。でもね、僕の他のミュージシャンがたまたまそれで最初に返してきた子がいて、うん、本当。うん、やっぱり こいつはわ、もしかしてこれはって同じあれだなと思って。あれに心惹かれる人っていますよね。います、います。すごくなんか不思議というか、すごく知りたい謎が多くて、多すぎて、もう興味ありありですよ。そうそうそう。なんかその私がその読んだ本の中では、あのセンス、うん、土偶のあのセンスって、うん、なんかやっぱり今の日本人がの中で生まれるゆるキャラってあるじゃないですか、ゆるキャラ。確かにゆるキャラっぽいね、うんうんうん、あのセンスって日本人独特なやつなんじゃないって私すごい思う。その本にもやっぱそう書いてあって、縄文時代からあった、もう持って生まれたものみたいなね、うん、その感じ、うん、なんかこうあの形にこうまとめるっていうか、うん、あとはやっぱりその何万年も続いたその縄文時代の要するにそのシステムというか、うん、あの、うん、あ、人としての生き方とか、うん、あの、うん、社会の作り方とかっていうのが完璧というか、うん、だからある意味そのアナログの極致というか、うん、アナログ、最近のそのアナログ力っていうか、うん、デジタルに対するアナログっていうことじゃなくて、なんか手に取れるもの、うんうんうん、例えば印刷してある紙でもこう手に取れるものはアナログっていう感覚にだんだんなってきましたね。そうですね。だ本とかって、まあ、まさにそうですよね。印刷してあるものだし、それがどういう形で印刷されたにしろ手に取ってしろ ね、うん、そうそう、手に取れないものが、うん、結構多くなってきましたもんね。そう、電波で飛んでるやつね。そうそうそう。だから CD はデジタルなんだけど、うん、モーターで回ってるからアナログ力は高い。そんな力すごい考え方だなと思うんだよな。まあ確かにモーターでは回ってるけど、デジタルで記録されて、うん、デジタルからまあアナログに変換される、うん、そうなんだけど、その時にモーターに頼ってると、頼ってる、うん、だからそういう意味でアナログなんじゃないかみたいな。そうか、じゃあハードディスクドライブもそういうことなのかな。うん、もう物としてあるからね、そこに、うん、あのコンピューターにビーって回ってるね、うんうん、モーターだもんね、あれもね。なんかそのデジタルに対するアナログっていうと、その、うん、なんかそういうことのとちょっと違うような感じがしてきたっていうか。なんかそうね、あのデジタルっていうと、もうコンピューター的な、なんか0と1となんかそういう数字で全部解決するみたいなのがデジタルで、うんうんうん、そうじゃないもんな、うん、アナログみたいな感じもあるし、うんうんうん、
今回 の, あのアナログ版 の,、うん、あの手応えっていうか、うん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 、面白いところっていうかやりがいのあったところってどこですかね。あのそれこそデジタルアナログで言うと今回はすごく、うん、あの両方をうまく使いこなしたんじゃないかと思うんだけど、そうね、うん、要はそのほら実際コロナ禍だったので会うこともできないし、はい、一緒に音出したりということはできなかったからそうです ね, お互い、うん、例えば川村さんとのっこちゃんとの間でこう、うん、音源のやり取りしてるのは、まあ、デジタル変換してから、うん、アナログにしてまたデジタル変換にして戻ってきてみたいなことをやって、ああそうそうそうだね、うん、伝達に関してはデジタルにしてね、ねね、そうだね、うん、で 僕も同じようにそうやってやってて、ただ、うん、もう当然のっこちゃんの肉声アナログな声だし、うん、川村さん の, あの、うん、生のピアノでアナログなわけで、うん、僕も生のドラムでやるっていう、うん、であの全てをこうそぎ落として考えると、あこれは、うん、あのまあ、もちろんベースとかも入るんだけど基本は、うん、なんかドラムとピアノがあってそこに歌がいるみたいなピアノトリオみたいなイメージが一番僕としたらしっくりきて、うんうん、だったらもうそのデジタル的な音像の作り方よりはもっとアナログ色を出したような、はい、あのものにしたくて、それでもその、まあ、デジタル録音なんだけども、細かい話をすると、はい、サンプリング周波数っていうのがあって、そういう周波数もアナログに近い、うん、あのサンプリング周波数、うん、要するにアナログっていうのはもう無限大に取れるから広域から低域までね、で、でもデジタルでも、まあ、サンプリング周波数を上げていけばだいたい 100kHz ぐらいまでいけばだいたい行くので、今回細かく言うと 96kHz K なんですけど、うん、まあ、いわゆる、うん、あのハイレゾなんですけど、そこまで行けば、うん、アナログに近いもので、うん、あの感触で聞けるから、でこの今回そういう、うん、あのデータのやり取りもするので、そこで、うん、そこはマックスかなと今回ねで思って、うん、ちょうど僕の蔵のスタジオがいい感じで走り始めてたのに、そこに、うん、あの2人のが来たので、やったしめしめという感じで、うん、もうそこにあるドラム、もちろんベース、ギター、うん、アコースティックギター、うん、ギターもいろんなギター、ギリシャで買ってきたやつとか、あのブラジルで買ってきたやつとか、もうすごいクオリティで帰ってくるから、もうドキドキして待ってましたよロンドンで買い集めたやつとか、まあ、そういうものを、マイクとかもすごくこだわっていろんなのを買ってたので、あこれにはこれだなとかって、もうやってたらもうすぐ時間も経っちゃって、あの妻に ご飯ぐらい一緒に食べないとか言われてはいとか言う、でもほとんどそれに費やしてましたよ、楽しくて。すいません、本当に自由に作っていい時期というか、まあもちろんいつでも自由に作っていいんだけども、特にその、うん、今回のそのこういう時期だったっていうのもあったから、あのより 深掘りしたのかなんか分かんないけど、そんな感じかなっていう感じの作品でなったよ ね、うん、止められない、止まれない感じでやってましたね。そう、楽しくてしょうがなかったもん、僕も。そうなの、うん、なんか久しぶりに楽しいなと思って、これ、うん、あれですよね、一人でやってないからっていうのも大きくあるんでしょうね。ああ絶対そうです。僕特にそのスタジオコロナ禍になって作って、うん、それで作り上げた時に自分で一人でやって、それはまあそれでね、うん、あの形にはなっていくんだけども、うん、やっぱりその何人かと作るっていうのは、うん、特にね3人ぐらいっていうのはなんかこうトライアングル的な感じっていうのはすごいいいみたいで、あのジャマイカ系のラスタファリアンとかはそういう三角形の、うん、いわゆる1対1だとあの逃げ場がないんだけど、うんうん、3人になるとあのお互いがこう、ね、うん、取り持ち合えたりもするみたいな、でありますよね、うん、でそれ以上になると4になると1対1と同じような関係になってたりとかするから、うんうん、あなるほどなるほど、3っていうのが一番、そう一番そのいいみたいで、あの
うん、だからそれも含めてそのピアノトリオっていうその音楽的なことに対してもなんかイメージがすごく僕にはあったんですよね、うんうん、もちろんねその中にこうギターとか入れるんだけども、うん、ベーシックは基本川村さんのピアノがあって、うん、僕のグルーヴ感があってのっこちゃんのメロディーと歌詞っていうね、あーね、うん、うん、いいアルバム自画自賛の嵐なんですけど、でも3人ともすごいこうあのね出来上がって、それで、うん、あのさっき言ったみたいにクオリティは一番高いクオリティでアナログに近いものでやったから、これはやっぱアナログ版でやれればいいなと、うん、もう前から僕は思ってたら、そしたらそういう話になっていって、うん、アナログ版になったって、ね、なっていったんですね、うん、で初めてそのマスタリングするときに3人で初めて生で、うん、ね、あの会って話して、聞いたらあの日は本当になんか幸せな日で、その日にまた帰んなきゃいけなかったから残念だったけど、 で、ね、でもなんかそうだね、うん、なんかすごく充実感というかその幸せでしたね。それを結構聞いてますもん、うん、そう、それをね、あの皆さんに早く聞いていただきたいし、ね、やっとお届けできると思ったらもうドキドキワクワクですよ。ドキドキ本当ですよね本当ですよ、うん、3週にわたって屋敷豪太さんをお迎えしました。やっぱりね、人間生きて動いてる間はアナログですからね、アナログ力を上げて行かねばっていう気がなんかしてるんですけれども、あの全部あのデジタル化しようとかってね、あの世の中でエンジン全開なあの発言をする私ではありますけれども、それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。まっこでした。